我々の研究室では生物が体の中で使っている分子や高分子化合物に焦点を当てまして、それらの秘めた機能や特性を発掘し、人々の生活に役立つように応用するための研究を行っています。科学と生物学が融合した新しい研究分野ですので、偶然の発見が多くあり、日々ワクワクしながら楽しく研究しています。生物は実に様々な分子や高分子化合物で構成されています。それらを化学の視点で眺めると、その多様性は膨大です。実は生物はそれらの機能の一部しか使っていません。別の言い方をしますと、生物が今使っている分子や高分子化合物は進化の過程で選び抜かれたものと言えます。一方で生物にとっては意味がなくても、人々の生活に役立つような物質や材料を作るための素材として新たな使い道がある可能性があります。我々はそのような可能性を追い求める研究を行っています。研究室では現在、ペプチド、タンパク質、多糖類、ウイルスなどを扱っています。我々の学問の軸足は化学にあります。化学の幅広い知識を基礎として、遺伝子工学などのバイオテクノロジーを駆使しながら研究しています。研究室では化学実験と生物実験の両方を行いますので、それぞれに対応した設備を整えています。化学実験と生物実験の割合は一人一人のテーマによって異なります。つい先ほどまで化合物の合成実験を行っていた人が、今は遺伝子工学実験を行っているというように、我々の研究室では幅広い実験に触れることができます。このような環境で過ごしていると、既成概念にとらわれない柔軟な発想力が自然と身につきます。私たちは生態高分子本来の生物機能を人々の役に立つマテリアル機能へと改変したり、新たに創出したりするため、機械学習などの情報科学を積極的に利用した研究にも取り組んでいます。生態高分子が持つ高いポテンシャルは、私たち生命がすでに証明している通りであり、優れたマテリアル機能を持つ生態高分子を科学の力によって自在創生することにより、環境、医療、エネルギーといったさまざまな分野に貢献できる研究を推進していきたいと考えています。詳しくは研究室のホームページをご覧ください。